コンラート・ゾイゼン・ホーフェルは、中世ヨーロッパの鎧単屋職人。パトロンに神聖ローマ皇帝マクシミリアン一世がいた。鎧作りの中心地の一つ、中世ドイツ南部の大都市アウクスブルクで父から、鎧作りを学んだ。評判が伝わって、マクシミリアン一世から声がかかり、弟のハンスと共に、チロル地方にある。 皇帝の住むハプスブルク家領の都市インスブルックへ移った。そこでコンラートは1504年に皇帝専属の鎧職人として任命され、年間200フローリンもの宝給をもらっていたと言われている。コンラートと皇帝の親密さを示す絵が残されており、その工房の絵にはハンマー、ステイクと呼ばれる小型の金とこ、ふいごと作業道具も描かれている。コンラートの死後、 工房はハンスに引き継がれた後、ハンスの息子イエルクに引き継がれる。当時はすでにマスケット銃が戦闘で使われる時代になっており、弾丸は鉄を貫き、鎧は時代遅れとなりつつあった。その上で、プレートアーマーを製作するにあたっては、装甲の厚さと重量のバランスが問題となった。そこで彼は、ヘルメットの前側を1ミリメートル厚くし、 後頭部側を1ト、mm、ル薄くする、と鎧として、強度を保ちつつ軽量化を図る工夫をした。また軽量化のため、材料には、鉄よりも、強度のある鋼を用いた。鋼を鎧として使うには、強度を増すために、焼き戻しが必要であるが、炭素の含有量と、熱処理の温度によって性能が大きく変化するため、適切な温度を見極める必要がある。 温度計がない時代に温度変化を判断するのは難しいことだが、焼き入れ時には鋼が灼熱している様子、焼き戻し時には表面が青く変化する様子を見て判断した。刀鍛冶やいかけ等の作業中には温度計の使用が困難なため、現在でも蒸気のような方法が取られる。また、精錬技術の発達していない当時、 材料となる鉄には不純物であるスラグが含まれ、炭素の混ざり方も不均質だった。そのような材料からでも、彼は均質で不純物が取り除かれた鎧を作っていたことが、電子顕微鏡で確認されている。この鋼の鍛え方の技術開発については、発注者である皇帝が発見したと、木版画差し絵の電気白黄伝の中に記しているが、 どのように発見したかは分かっていない。これらの工夫は当時としては画期的であり、各地から名工と呼ばれた。彼の作った鎧は贈り物としても扱われ、いくつかは各地で保管、展示されている。ジャウスティングヘルム、スリービューズアルブレヒットデューラーがルーブル美術館像、ジョスト競技専用ヘルメット。ありがとうございます。